して東北三人暮らし。おはようございます。どうもー、ライフロンチです。マチセです、ね、この間ですね、動画の方であのネズミトラップを仕掛けてみたっていうね、作ってましたね。はい、作って、果たして引っかかるのかどうかっていう、うん、マキシステバイトです。あ、そうです。ファイマです。ファイマで行ってた時にね、あのファイマで動画を見てました。もうね、1週間経ってます、あれから。まあ1週間経って結果が出ましたよ。出ましたね。はい、なのでね、これが出ましたよ、うん、やっと作った甲斐が僕もありましたよ。期待していいですよと、期待していいです。なので、はい、ちょっとその結果を今から見に行きたいと思います。はい、眠いっすか、ジャングルさん。はい、寝起きです。はい、まあ、今何時、1時、10、25時か、なんか夜の1時過ぎ、1時前ぐらいですね。ちょうど今帰ってきたばっかです。福島の畳から畳帰りです、今。はい、畳帰りの寝起きです。それではトラップの方に行ってみよう。ネズトラップからね、ジャングルに咲くのネズミトラップ。ネズミトラップ、結果ははい、こちらでーす。はい、何か浮いてるぐらいですね。はい、このネズミトラップに、はい、ネズミはもうね、9日ぐらい経つんですけどね、ちょっとね、ずっと準備してるんですけど、準備してからネズミが取った形跡が一つもございません。全くないね。ネズミいろんなトラップに引っかかりすぎて学習してるからね。俺もそこまでバカじゃねえぞって。はいはいはい、人間さん、またこれ作ったんですね。はいはい、そうなんですね。私ネズミですよみたいな。これちょっと改良の余地。これは改良だね。そうね。はい、なのでちょっとこちらの、はい、で僕が作ったトラップの方には、引っかかっておりませんでした。はいはい、申し訳ございません。実はですね、まあ、これを作ったのと、はい、同じ日にですね、もう一つ、はい、トラップを実は仕掛けておりましてですね、そちらの方も結果が本日出まして、出ました、はい、これは出ました。そうなんで、期待してください。それを今から見に行きたいと思います。はい、場所はこちらでございます。はい、あっち9日経ってます。これも準備してから、はい、準備してから9日経った、はい、結果をですね、はい、お見せしたいと思います、はい、思います。その結果がこちらです。じゃじゃん、見て、めっちゃ元気、動いてる、めっちゃ元気、はい、まだ生きてます。うーわー、はい、多分これですね、おそらく市販のネズミ捕りなんですけど、これおそらくね、これついさっきじゃないかなと思って、これこんだけ元気だから、めっちゃ動いてる、こいつでしょ、うー、泣いてる、市販のネズミ捕りを、これも9日間うー、泣いてる、めっちゃ泣いてる、用意してたんですけど、やっと引っかかりました。やっと来たね。こいつが僕らの家を荒らしてました。何がびっくりって、帰ってきてこいつがいることにびっくりだよ。食パンを食われ、おからを食われ、そしてゴミを荒らされ、うちの無駄な殺生は、ね、はい、したくないですけど、うちの家がね、こう平和に保たれるためなんで、しょうがないんですよ。うわ、元気、めっちゃ動くな。昨日ですね、はい、見ていただいたネズミさんですね、ですね、ちょっと心苦しいですが、はい、お手騎士の方をね、はい、おされになられてると思いますので、ちゃんと処理の方をね、はい、処理の方をしっかりと今からしたいなと思います。はい、袋に入れて、はい、はい、はい、じゃあこれをネズミさんの白いが今この中に入っております。まあね、こればっかりちょっと ね、もう、はい、本当に僕らもやりたくなかったんですけども、はい、これしないとやっぱり家が荒らされちゃいますし、ね、今はまだね、あえてゴミ荒らされてるだけだから被害も、ね、少ないですけど、もしかしたらいろんなね、木とか柱とかもし噛まれたりしてこう削られたりしたらね、家自体が危なくなっちゃったりしますんで。というかね、さっきね、はい、佐藤君がネズミ見たって言ってた、ちょっと布団を置く場所の見たって言ってた、聞いたじゃなくて見たって、見た、まだいる、声も聞いたって、あそこにいるってことだよね、まだいる、あの辺から入ってきてる、なるほど、じゃあそのネズミが入ってきてそうなところを塞ぐしかないのか、だからまだ我々の戦いは終わりません、
うん、始まりに過ぎないと、うん、はい、ね、ちょっと改良した方がいいね、改良する、ね、そうですね、あちらの方にね、ちょっとね、はい、かかっていただくのが本当は一番いいんですかね、はい、オートラップの方に、オートラップの方にね、おかかりにね、おなられた方がね、およろしいかと思います。ということで、今日の動画は以上です。どうも、お、ありがひょー。そして独3人暮らし、チャンネル登録よろしくお願いします。にゃー。